はい、皆さんこんにちは。レディオボッツのお時間です。本日は戦国武将明智光秀の紹介です。明智光秀は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で大名です。戦国大名織田信長に見出されて重臣にまで取り立てられますが、本能寺の変を起こして主君を自害させました。直後に中国大返しにより戻った羽柴秀吉に山崎の戦いで敗れてしまいます。一説では落ちていく途中落ち武者狩りで殺害されたとも、致命傷を受けて自害したとも言われています。これは光秀が信長を討って天下人になってからわずか13日後のことであり、その短い時世は三日天下とも言われています。明智光秀の本姓は源氏、姓は源氏の家系で美濃源氏時氏支流である明智氏の出身、通称は十兵衛、画号は松庵、関都は比喩画の神、朝廷よりこれ党の姓を賜ったのでこれ党光秀とも言います。妻は妻木広子、その間の子には細川忠興に嫁いだ玉、細川ガラシャや嫡男光吉などがいます。領地で善政を行ったとされ、光秀を祭神として記述に祭事を伝える地域もあり、江戸時代の文楽絵本太閤記や歌舞伎時も帰郷、出世の受け上をはじめ後世小説映画テレビドラマなど様々な作品で取り上げられています。また2020年 NHK 大河ドラマ麒麟が来るでは光秀が主人公として描かれています。明智光秀に関する記録はあまりにも少なく、謎が多い人物として伝えられています。清和源氏の時氏支流である明智氏に生まれますが、父は明智光綱、明智光国、明智光隆など諸説あります。またこの3人は同一人物という説もあります。他にも父親の名前も伝わらない低い身分の時支流とも言われています。生まれ年は信頼性の高い同時代資料からは判明しません。ただし後世の資料によるものとして明智軍記などによる享禄元年説及び東大記による永正13年説の2説があります。他にも天文9年以降の生まれという説もあり、この場合天文3年生まれの織田信長より年下となります。聖地は岐阜県可児市にある明智城とも、岐阜県恵那市にある明智城とも言われています。少なくとも美濃の国あたりで生まれたことは事実であると見られていますが、近江の国出生説もあります。この他にも岐阜県瑞浪市や岐阜県大垣市で生まれたという説もあり、出生地とされる地域は全国で6箇所あります。青年期の履歴は不明な点が多く謎に包まれています。明智光秀は美濃の国の守護時氏の一族で、時氏に代わって美濃の国主となっていた斎藤道三に仕えていたと言われています。1556年弘治2年、斎藤道三とその子義達の親子争い、長良川の戦いで光秀は道三方につきますが、道三は敗れてしまい、義達に明智城を攻められ一族が離散したとされています。その後光秀は越前の国の朝倉義景を頼り10年間仕えたとも言われています。その時期に後の室町幕府15代将軍となる足利義昭と出会います。また織田信長の正室である濃姫が光秀のいとこであった可能性があり、その縁で義昭と信長の仲介役を務めたことによりこの時期に信長とも接触します。その後光秀は足利義昭と織田信長の両族の家臣となっていたと考えられ1570年元亀元年金ヶ崎の戦いや、1571年元亀2年の比叡山焼き討ちなどで武功を挙げ、近江の国の滋賀郡約5万石を与えられ、柴田勝家や丹羽長
秀らの古参を差し置いて自身の居城として坂本城の築城を許可され、これを機に織田家の家臣に編入されたと見られています。その後光秀は信長より丹波の国攻略を任されます。丹波の国は山続きで、その間に黒人が割拠して極めて治めにくい地域でありましたが、矢上城の戦いや黒井城の戦いに勝利し、1579年天正7年についに丹波の国を平定します。この功績で1580年天正8年に丹波一国約29万石を加増されて、合計34万石を領することとなります。丹波の国で光秀は横山城を大修築して、福知山城に改名、亀山城などを築城し、治水工事を行ったり、自治戦を免除するなどの善政を敷いたと言われています。丹波の国での光秀の働きは天下の面目を施したと信長は光秀を絶賛したと言われています。また丹波一国廃領と同時に、丹後の国の細川藤高、大和の国の筒井純慶などの近畿地方の織田大名が光秀の与力として配属され、これにより近江から山陰へ向けた畿内方面軍が成立し、光秀は軍団長を任されることとなります。これらの与力の所領を合わせると約240万石ほどになります。その後も1581年天正9年の京都お馬揃えの運営責任者を任されたり、織田家にはなかった軍法を光秀が家宝として定めたり、織田家に貢献する働きを見せます。1582年天正10年、明智光秀は織田信長より徳川家康教皇役の任務を解かれ、毛利征伐中の羽柴秀吉の支援を命じられます。光秀は軍勢の支度のため一旦坂本城に戻り、その後丹波亀山城に向かいます。6月1日光秀は1万3000人の手勢を率いて丹波亀山城を出陣、そこから1丁半ほど離れた場所で軍議を開くと、そこで初めて重臣たちに信長に対する謀反の意を告げたと言われています。6月2日の未明、光秀軍は信長が宿泊していた京都の本能寺を急襲して包囲、光秀軍1万3000人に対し近従の100人足らずに守られていた信長は奮戦しましたが、やがて寺に火を放ち自害したとされています。その後光秀軍は二条御所にいた信長の嫡男で織田家当主の織田信忠と交戦、信忠は見事な防戦をしますが、やがて信忠も自害したと言われています。このことにより光秀は京都を抑え、新政権樹立に向け動くこととなります。本能寺の変を知った羽柴秀吉は、交戦中であった毛利軍と直ちに和議を結び、当時では異例の速さ、いわゆる中国大返しにより畿内へ急行。光秀は新政権を整える間もなく迎え撃つことになります。6月13日、天王山の麓の山崎で開戦、決戦時の兵力は羽柴軍2万7000人に対し明智軍1万7000人と言われていますが、諸説あります。戦局は羽柴軍優勢で、光秀は戦線後方の昇竜寺城に退却を余儀なくされます。明智軍は士気の低下が著しく、また昇竜寺城が大軍を収容できない平城だったこともあり、兵の脱走離散が相次ぎ、その数は700余
まりにまで減衰しました。その後光秀は昇竜寺城を密かに脱出して居城坂本城を目指して落ち延びる途中、落ち武者狩りに遭い、そこで竹槍に刺されて絶命したとも。なんとか逃れたものの、力尽きて家臣の解釈により自害したとも伝えられています。明智光秀は本能寺の変で主君織田信長を討ったことにより、逆賊としてのイメージが強くありますが、内政手腕に優れ、領民を愛して善政を敷いたと言われ、現在も光秀の遺徳を忍ぶ地域が数多くあります。京都府亀岡市では光秀を忍んで亀岡光秀祭りが行われ、福知山市には光秀を忍ぶ福知山音頭が伝わっています。また諸学に通じ、和歌や茶の湯を好んだ文化人であったと言われています。他にも鉄砲の名手として知られており、朝倉義景に仕官した際、一尺四方の的を25箭の距離から命中させたと言われています。これは当時の火縄銃や弾丸の性能を考えると驚異的な腕前であったとされます。その他にも飛ぶ鳥を撃ち落としたという逸話も残っています。光秀は他に類を見ないほどの愛妻家としても知られており、正室である広子が存命中は側室を置かなかったと言われています。婚約成立後、広子が疱瘡を患い、顔に斑痕が残ってしまい、これを恥じた広子の父は光秀に内緒で広子の妹を差し出しますが、これを見抜いた光秀は、自分は他の誰でもない広子殿を妻にと決めていると言い、何事もなかったかのように広子との祝言を挙げたと伝わっています。俗伝ではありますが、他に側室がいたとも、未婚で娘に諸子を産ませたとする説もあります。光秀は山崎の戦いの後、死なずに生き延び、南高坊天海になったという遺説もあります。天海は江戸時代初期に徳川家康の幕僚として活躍した僧侶ですが、前半生は詳細に知られておらず、光秀が天海となったという説ですが、定かではありません。ということで、今回は戦国武将明智光秀の紹介でした。ほな、さいなら。